員によって行います。公式記録員は末広さん、放送員は堀内が担当します。両チームの監督さんは打順表の確認を行いますので、バックネット前までおいでください。変更ありません。両チームの選手は集合準備をします。来てください。お待たせいたしました。ただいまより福島県代表福島県立深川高等学校対山口県代表山口県立徳山高等学校の試合を行います。1回表守ります。北川高校の守備をお知らせします。ピッチャー岡部くん、キャッチャー竹島くん、ファースト渡辺くん、セカンド滝くん、サード根本くん、ショート臼井くん、レフト大木くん、センター藤島くん、ライト蛭田くん、攻撃は1番センター野村直樹くん、ユニフォームナンバー1、
守ります。徳山高校の守備をお知らせします。ピッチャー江本くん、キャッチャー和山くん、ファースト大内くん、セカンド石川くん、サード田中大河くん、ショート石本くん、レフト田中優くん、センター野村くん、ライト井上くん。Thank you.
1回の裏、深川高校の攻撃は1番ライト、蛭田雅人くん、ユニフォームナンバー55。Thank you.
部達弘くん、ユニフォームナンバー33。
渡辺俊君、ユニフォームナンバー5。
2回の表、徳山高校の攻撃は4番 BP 松中桃井くん、ユニフォームナンバー17。Yeah!
回の表、徳山高校の得点はありません。2回の裏、北川高校の攻撃は1番サード井本優先、日本ナンバー20、
ライト、ピルタ君。いや、待てないんだろ、もうそれからもう。
ら多田高校の攻撃は得点は2点です。攻撃は7番サード田中大河君、ユニフォームナンバー7。
の裏、高川高校の攻撃は5番キャッチャー竹島くん。6番ファースト渡辺くん。